お客様へご注意がございます。前から3列目までのシートは、イルカたちがジャンプをした際、大量の海水がかかる場合がございます。カメラ、携帯電話など貴重品をお持ちのお客様は十分にご注意ください。また動物の体調によりやむを得ずショーの途中中止、または一部内容を変更する場合がございます。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。それでは三崎公園が自信を持ってお送りするイルカショーがまもなくスタートします。どうぞお楽しみに。 Welcome to Misaki Park. This is an information guide for guests. Please note that guest sitting from the first to the third row may be splashed. Please take care if you have a camera, video recorder or mobile phone. Misaki Park is proud to present the show to you. We hope you enjoy the performance.非常感谢大家前来米萨基公园，我们的海豚表演即将开始。在此之前，播放有关注意事项：海豚跳跃时，前三排座位可能会因大量海水被溅出而流失，携带相机、手机的朋友们请注意。另外，由于海豚自身原因，可能会中途停止。女の子です。
続いては体の大きなバンドイルカチーム、右奥のプールにご注目ください。バンドイルカチームも3頭います。まずはハイリー、続いてウォール、最後はチームリーダーのダック。握手をしてご挨拶をしてくれました。本日はハバイルカチーム担当、バンドイルカチーム担当、計6頭で力を合わせて頑張ります。皆様ぜひ最後までの応援よろしくお願いします。さあ、それでは皆様にイルカたちのお名前をご紹介できましたところで、ここからはビーチボール大会を始めていきましょう。はい、入口から登場してきました。とても大きなビーチボール、今からこのボールをプールの中に入れていきます。すると、イルカたちがオープニング同様、皆様のところにキックをしていくんです。さあ、皆様、ショーが始まる前に練習したブロックの体勢は覚えていますか？両手のグーを顔の前に出す、このブロックの体勢しっかりとお願いしますね。顔面強打なんてこともあります。かなり鋭いボールが飛んでいきますので、油断はしないようにお願いいたします。それでは早速始めていきましょう。
それでは行きますよ。最後にふとほしい強烈なキックを決めてくれました。たくさんの拍手もありがとうございます。キングボール大会は楽しみいただけましたか。さあ、ルコタッチキックに使っていたあのオペレ、水中では上下に動かすことで時速約40km、私たち人間の10倍もの速さで泳ぐことができるほどとっても力強いんです。さあ、それではここからはそんな力強い尾びれを生かしてイルカたち得意のジャンプを頑張っていきます。それではジャンプ種目のスタートです。Thank you.
手を振ってお会いをお願いしますね。それでは最後までごゆっくりとお楽しみください。ラックに置いてもらいます。